栗山英樹監督はメンバー発表の記者会見で目標を問われ、世界一、それだけですと言い切った。この発言は北京オリンピックのある監督の金メダル以外いらないと似ていた。それに対し2008北京オリンピック、2009 WBC を経験し、今回2023 WBC に挑むダルビッシュ有は、侍ジャパン監督や選手のコメントを聞いて感じることがあったという。気負いすぎというか、戦争に行くわけではない。自分たちは好きな野球をやってきた。その中で大会に勝つためのベストメンバーで、オールスター中のオールスター、それなのにみんなでガチガチになって米国に負けたとしても日本に帰れないというマインドで行ってほしくないと強く語った。重圧を背負い込みすぎて潰れてほしくない。最年長のダルビッシュの言葉にはチームメイトの重圧を軽減させたいとの配慮があった。かつて国を背負う戦いでダルビッシュは丸坊主になったり、先発から抑えに転向もした。多くの失意のどん底の選手も見てきた。今回はこのダルビッシュの発言に込められた深い意味について、ある監督と重圧に負けたある選手を中心に語っていきます。実はセリーグ最下位に負けていた侍ジャパン、史上最強の侍ジャパンと呼ばれ、7戦全勝と14年ぶり3度目の世界一に返り咲いた日本代表。最近の日本代表は過去の教訓も生かしてめっぽう強い。2021東京オリンピックは稲葉篤紀監督率いる日本代表は1次リーグを含め5戦全勝という完璧な形で金メダルを獲得した。2022年11月から2023年3月にかけて行われた日本代表の壮行強化試合でも全10試合で圧倒的な強さを誇るほどの無双ぶり。しかし唯一負けたチームがある。それが昨年セリーグ最下位の中日ドラゴンズだった。日本代表の WBC 初戦となる中国戦を6日後に控えた3月3日バンテリンドームで侍ジャパンと対戦した中日は、メジャー勢が出場しなかったとはいえ、なんと7対2で勝利した。結果的に侍ジャパンの黒星はこの試合だけとなったため、WBC 決勝戦の後にはツイッターで中日優勝がトレンド入りした。多くの野球ファンやスポンサーはスター選手に過度の期待をする。しかし日本を代表する超一流選手でさえ短期間で選手が調子を上げるのは難しい。多くの実績や経験を積んでも負けるときは負ける。さらに国を背負っているというプレッシャーの大きさや、国内試合とは大きく異なる国際試合のストライクゾーンなど、ダルビッシュは若い頃から痛いほど知っていた。ダルビッシュは近年、試合前にメディテーション、瞑想を取り入れ、心を落ち着かせてマウンドでやるべきことだけを整理して試合に臨んでいる。メジャーでのプレーオフの大一番でも重圧をかけるかかけないかは自分自身、そういった重圧は考えずにマウンドに上がったと語っていた。いかにいいパフォーマンスを出すか、そこを追求した時に侍ジャパンのメンバーのコメントに少し違和感を感じたのかもしれない。ちゃんと練習をやったりとか、一塁ベースまでしっかりと走るとか、自分のことはしなきゃいけないけど気負う必要はないと伝えたいと語っている。ダルビッシュが丸坊主。2021東京オリンピック前、ダルビッシュはインタビューに答えて日本代表について語っていた。日本ハム時代のチームメイトで北京オリンピックや2009 WBC を一緒に戦い、東京オリンピック日本代表の稲葉監督への思いはと聞かれたダルビッシュは、もちろん頑張ってほしいし優勝もしてほしいですけど、稲葉さんってそんなに野球が好きだったんだなって今になって気づきましたね。あれだけ実績あって2000安打も打っていて、北海道でも人気者だし、それでよく WBC やオリンピックの監督になろうと思えるなと。好きじゃないとできない。お金とかでは絶対にないと思う。夢があるから多分やっていると思うので、夢をぜひ実現してほしいと思うとエールを送った。
さらに2008年の北京オリンピックで思い出すことは?と聞かれて、最初のキューバ戦で先発したんですけど、自分が結構自信を持った気持ちが入った球を長打にされた。グリエル、ベルに長打を打たれたりとか、びっくりしたのはありました。当時アマチュア世界一と言われたキューバの強さに驚かされた。現在のキューバは亡命選手が続出して弱くなっているが、当時は元 DeNA で2021年メジャーで首位打者になったグリエルなど、そうそうたるメンバーだった。速い球をインコースでも打つ打者の特徴もあったんでしょうけど、当時はスカウティングリポートのデータが今ほど発達していなかったこともあって、力だけではどうしようもないなというのは分かりましたね。4位に終わった北京オリンピックの侍ジャパンは明らかに準備不足だった。合宿の期間も6日しかなかった。そのためいまいちお互いを分かり合えず、北京に行ってからもよそ行きの感じは拭えなかった。その雰囲気を変えようとしたのが、大会中に22歳になったダルビッシュだった。予選リーグ初戦のキューバ戦で5回途中4失点で敗戦投手になった翌日、田中将大と共に丸刈りにして気合を入れた。すると翌日には阿部慎之助と川崎宗則も同じ髪型にした。ちゃんと覚えてないんですけど、自分の中で不甲斐なさがあって、自分に罰じゃないけど宗さんとかと一緒にやって、僕が最初にやったのかな。当時髪がすごく長くて茶髪で、なんかチャラチャラした感じだったけど、丸刈りにしたので反応が良かったみたいで、他にもやった人がいて、まあマー君は無理やりと語り、ダルビッシュはこの頃から一体感やマインドの重要性を日本代表に感じ取っていた。仲のいい田中将大が8年ぶりに日本代表復帰。32歳でチームリーダーと言われて東京オリンピックに挑む。大変な重圧だと思うが、という問いにはすごいなと思いますね。すごい期待もあるし、やって当たり前と見られるし、みんな弱さを持っている。自分も弱いところをいっぱい持っている。それをマー君の場合はもともと精神的な強さを持っている。だからこういうところで負けないとか、ここで俺は結果を出しに行くとか思える。もし仮にダメでも、それがより成長につなげられると思える人だから。だからチームリーダーとして実績もそうですし、いろんな部分ですごいなと思いますね。かつて22歳のダルビッシュ、19歳の田中将大が参加した2008北京オリンピック、日本代表の星野仙一監督は日本を代表する最強の布陣と称し、栗山英樹監督の世界一それだけですと同じように、金メダルしかいらないと宣言した。 GG 佐藤の失敗。この北京オリンピックで A 級戦犯と呼ばれたのが、この時西武ライオンズの GG 佐藤である。ダルビッシュらの丸刈りに対し、佐藤はみんなどこかで心がつながってないと感じたんでしょうね。丸刈り姿を見てすごく鼓舞されました。チームを一つにしたいという心意気だったと思います。ただ何かをきっかけに無理やり一つになろうとしていた。それくらい合流してから大会までの期間が短かった。日本代表には巨額の金が動く。スポンサーを満足させるというのも重要だ。中日、阪神といった人気チームを優勝させた東証星野仙一はそのシンボルとしてうってつけだった。そして前回のアテネオリンピックで銅メダルに終わった日本代表、狙うのは金メダルのみ。イチローなどメジャー勢は出場できないが、史上最強の日本代表と呼ばれた。西武で絶好調の佐藤は北京オリンピックの日本代表に追加招集された。星野ジャパンには稲葉篤紀も選ばれていた。稲葉のポジションは佐藤と同じライトであり、若手の佐藤がレフトに行くことになった。僕はレフトもライトもそんなに変わらないだろうと油断していました。代表合宿最初のミーティングで、初対面の星野仙一監督にレフトで行くぞと言われ、練習初日に右肩を痛めてしまった。パリーグ選抜との壮行試合で左に切れていく打球の処理をミスして自信を失った。試合に出たいから首脳陣に肩が痛いとも言えないし、レフトの守備について聞ける人もいなかった。自分一人で不安を抱え込んでしまったんです。
15年前の苦い教訓もあってか、ダルビッシュは今回の WBC で宮崎合宿から参加し、チームメイトと積極的にコミュニケーションをとっている。それに対し佐藤は、北京の反省はその後の侍ジャパンに確実に生かされている。東京オリンピックもそうでした。ドキュメンタリーを見たら、本職ではないセンターを打診された鈴木誠也が清水正治コーチに、 GG さんみたいになったらかばってくれますかと言っていた。あのように本音を吐き出せる環境づくりが大事だと思います。僕の時はそんな雰囲気がなかった。何かが起きてからじゃ遅いですから。良い悪いは別にして、痛みに耐えて頑張ることを美徳とする昭和の時代を生きた星野仙一、田淵幸一、山本浩二の首脳陣には、佐藤は右肩痛さえ告白できなかった。佐藤に限らず、当時の日本代表は村田修一が合宿中に風邪で入院し、西岡剛が手痛と右脇腹肉離れ、川崎宗則が左足第二中足骨の疲労骨折と故障者が続出した。シーズン中から腰痛を抱えていた4番の新井貴浩は、帰国後に第5腰椎の疲労骨折が判明したほどだった。佐藤は今回の 2023WBC で辞退者が結構出ていて、なんで代表を断るのかという意見もありますよね。僕もそう思う一方で、見方を変えると選手の正直な気持ちが優先されている。言わないだけで怪我を抱えている選手もいるかもしれない。北京の時のようにコンディションの整わない選手ばかりになって負ければ、結局監督や選手が批判される。栗山監督はメンバーに寄り添って何でも言いやすい環境を作っていますよね。素晴らしいと思いますと語った。 GG 佐藤は故障を抱えたまま出場し、準決勝の韓国戦では3失点に絡む2失策、3位決定戦でも星野監督は佐藤に名誉挽回のチャンスを与えたが、それが逆効果となり、アメリカ戦でも失点につながる落球をした。そのエラーの数々が今も多くの人の記憶に残っている。西武ではライトが多く、レフトの守備に慣れていなかったことなどが原因とされるが、本人は精神的ショックが非常に大きかったと言われる。最終戦後、星野は全ては自分の責任と報道陣に語った。オリンピックから帰りの飛行機で、 GG 佐藤は妻に死にたいとメールをするほど精神的に落ち込んだ。空港に着くと談話を取るため佐藤の元に新聞記者が駆け寄った。翌日からは GG 佐藤、永久戦犯、エラーの EE 佐藤などと書かれた。佐藤は街を歩いていても常に誰かから見られている思いがした。プライベートの時も記者に追いかけられた。そんな時、妻は明るく励ましてくれた。世界大会2連覇。2021年9月6日、東京オリンピックで侍ジャパンを金メダルに導いた稲葉篤紀監督が、愛知県あま市にある故星野仙一氏の供養碑を訪れ、優勝を報告した。北京の借りは東京で返すと言ってきて、みんなで結束して金メダルを取れた。星野監督も喜んでくれていると思う、と穏やかに話した。監督の気持ちが分かったかな。すごくご苦労されたと思うし、今回は自国開催でいろんな方の支えの中でできたのが大きかった、と振り返った。侍ジャパン最年長のダルビッシュは、その北京オリンピックの教訓から、選手やいろんな人のコメントを見ていると気負いすぎている、戦争に行くわけではないと諭していた。それに対し GG 佐藤は、僕にもその考えがあったら落球しなかったかもしれません。シーズン中も重圧を感じていたので、国際大会も大丈夫と思っていましたが、想像を絶するプレッシャーがありました。でも考え方の問題だったかもしれない。ミスをしてはいけないと気負っていたけど、何試合も行えば世界一になるチームでも必ずミスは出てくる。あらかじめ失敗は起こりうると想定していれば、切り替えられる余裕が持てたかもしれない。どんな意識で臨むかは大事だと思います、と語っている。そして2023年ワールドベースボールクラシックで、日本代表は再び世界一になった。次は3年後だ。